認めてくれた？何？自害せんよね、大丈夫？たまにロコンの顔を見せに来てくれると嬉しいよ。あざっす。あざっす、あざっす。え、今なんて書いとった？初めてって書いとった？ポケモン。白いロコンは別に普通のロコンしかおらんかったんやっけな。ロコン、ロコン。まずロコンはどこや？あ、普通のロコンおるね。普通のロコンがおって白いロコン。なるほど。やっぱ違うやつやね。あ、で、あれやな。今なんか言われて、思ったけど、砂浜大根揃っとる。よし、行こう。サイサイさんのとこに向かおう。ということなので、あ、はい。ロコンを。あ、一応、あれなんよね。アローラとか、そういうの関係なく一つのロコンなんよね。村に戻ります。はい、それじゃあ、行きましょうか、大祭さんのとこ。そう、なんかこの間、これもレベル上げしよるときに、え、これ大根じゃねって思って、めちゃくちゃ引き抜いとったんよね。で、ゲットしたけん、ちょっと届けに行ってきます。下やったっけ？ん？違ったかな？いや、多分下やったはず。多分。どうもタオファやった。おお、取ってきたか。過酷な環境でよくぞ集めた。砂浜大根を3つ分けてもらってよいか？どうぞ。アユナは砂浜大根を3個渡した。純白の糖度といえば砂浜大根。苦い根っこはしっかり漬け込むことで 甘みが出てな。パリッと美味しい漬物として人気じゃ。孫娘がうまい漬物をくれる作るんじゃ。一つ分けて漬け込んでもらうかの。さて、毎度お前さんに仲介させるのは気が引ける。今一度大祭と話をしてこよう。お、いなくなったぞ。これであとは大祭さんに話を聞きに行けば。あなたはどうしたの？お客さん、ちょいと調査を頼まれてくれよ。ご先祖様が住んでいた里が、なだれ坂のあたりにあったらしいけど、大崎までいたよ、私。今までそんな痕跡見つからなくて、本当にあったかあやふやなんだ。自分のルーツとかって気になるだろ？なだれ坂に里があった痕跡を探してほしいんだ。頼んだよ。サブ任務82、里の跡を探して。純白の糖度なだれ坂にあったという里の痕跡を探す。ふんふん。難しそうな気がするけどな、そんなのあった？え、あの洞窟じゃないよね、別に。あの、なんか中に強そうな女の子みたいなのおったとこ。あれ、タオファさんは？あ、おったおった。アイナに免じて新商品はおろしてやる。だからといってお前を認めたわけではない。タオファさんですから。おじいちゃん、まだそんなこと言ってるの？あ、この子が美味しい漬物をつけてくれる子。ユリン、いつからそこに？うちの店に品物を下ろさないんだって？公私混同もいいところ。そんなことするおじいちゃんとは口を聞きませんから。あれ？あ、孫娘の旦那ってこと？ぬおー、なぜじゃ、嫁にはいかんと言ったじゃないか。そういうことやったんか。いつの話をしてるんだか。え、絶対それ子供の頃の話よね。アイナちゃん、アイナちゃんじゃ、アイナさん、おじいちゃんが迷惑かけました。今後もうちの店をどうぞよしなに。これで解決って感じかな、ここの二人のとこは。普段どこに行ってるんだ？家で漬物つけようかな。何はともあれ、いい品が入った。ぜひ買っていってくれ。サブ任務71、もっと新商品を仕入れたい、達成。これで終了っぽいね。欲しいものがあれば買いなされ、なければ自分で作りなされ。ハイパーボールが入ってる。欲しい。とりあえず10個買っとこう。ハイパーボールとりあえず。あとは、これかな。ウィングボール。
え、さっきのもウィングボールやったんかな。売れるものは？なんか、高く売れそうなものない？なんか高く売れそうなもの。うん、別に特にないか。いや、たまにさ、なんかあるやん。特に使えんけど、高値で売れる感じのもの。なさそうやね。あの、金の玉的なやつ。さあ、それじゃあ、行きますか。そろそろちょっと、またメインストーリーの方に、戻りましょうか。ここよね。天眼の36。ちょいと行く場所を間違えた気がする。これやんな。ってことは、山頂ベースに行きます。ふぅ。え、どこだ？え、どこですか？あっち。ってことは、ここを登っていけばいいということか。あれ？よし。さあ、向かうぜ、向かうぜ。あ、エリブーもさ、捕まえとんやけど、なんか見事に、怖い。見事に、全部電気系の技やった。あれ、どこだ？ここ、あ、そ、ここ通り抜けていくんか。確か前回、ここ通って、ムベさんがおったんよね。んで、その先や。まだおるんかな？あ、おったおった。あの、めちゃくちゃ苦労させられた、ムベさん。あれから一応レベルは上げたけど、それでもね、それでも、全員が60レベルになったわけとかじゃないけんさ、きついね。よし。何あれ、なんか空がひび割れとるけど。お、あなたはあれか、ウォロさん。いよいよですね。買い忘れはありませんか？なんかこういうのがおるってさ、もうなんか、ボス戦ですか？回復系なんかあった方がいいかな。たけえ。たけえ。すごい傷薬あたりでいっかな。とりあえず10個。ね、ああいうのがおるってそういうことよね。怖っ。赤い鎖、持ってきたんだね。山頂の遺品を止められるのはアイラさんしかいないよ。裂け目から見えたというポケモンの影とは、おそらく神王様だろう。だが電木の旦那に足止めされてよ。何をしたいの？電木団長は。天眼山の頂で電木団長を説得する。ちょ、行ってくるね、私。あれか？なんか、え？あれは何？石像？石像じゃないよね。あ、おったおった。何してんの？瞑想？お前か。赤い鎖とやれて世界を繋ぐと聞いた。繋ぐとは繋ぎ止める。正しい世界を維持することだろうが、本当に信じてよいのか。信じてください。武士って感じの格好してるね、なんか。まあ、確かにもともと和装って感じやったけど。赤い鎖すらアイラの罠だというのか。水、俺は一緒にいたからわかるぜ。湖のポケモン3匹の試練をこなす。それすらも自作自演ならもう手はねえよ。そうだそうだ、言ってやれ。そうだな。だが、おいそれと信じ、もしものことがあったとき、銀河団の皆に申し開きは立たぬ。まあ、用心しすぎて、悪いことはないかもしれんけど。だったら一緒にやれよ。旦那の代わりに俺が責任取るよ。まあでも、世界の危機の時にはね、多少何かしら妥協せんと、その間に世界が滅んでは。はい、わかった。お！これより先の事態にはお前と私、より強いものが当たるとしよう。ん？アイナとそのポケモン、立ち会え。今日は真剣勝負だ。え？ここで勝負？でもさっき回復役というか、ね、
あれがおったってことは強いってことよね、きっと。銀河団の電木が勝負を仕掛けてきた。4匹。数で分かってる。オーグリアン。私その子に乗ってるよ。え、でも、これはあれよね。あっちが効果抜群よね。ほら言ってよ。いかんねよ。格闘に飛行は効果抜群なんやって。ベロベルト。え、あれやな。誰やった？エレブーとか持ってくればよかったな。とりあえずベロベルト。ベロベルトってどういう意味なんやろ。全然ベルトっぽいものもしてないけど。そういうことじゃないんかな。あ、力技とかにすればよかった。ねえ。耐えて耐えて。ちょっと待ってね。転がる力。転がるさっき出した？出せてない？私ちゃんと技選んだよね。耐えれるかな？いけるかな？あ、ダメだった。くそ、次回復しようかなって思ったけど無理やった。待って、すでにちょっと、ポケモンの数が合ってしまったんだが、もう。ハイドロポンプ。竜の波動の方が良かったかな。あ、力技にすれば良かった。あ、待って！で、さっきのベルベルトロもう全く無意味な感じになったけど。ハイドロポンプでいっか。力技。いけ。もし負けたらエレブー持ってくるね。もうポケモン分かったけんさ。とりあえずどうかな。またムベさんと同じように回復アイテムは1個しか持ってない感じ。だとしたらいいんやけど。ね、もう出し切ってくれたけん。なんか意外とヌメイルが耐えてるけど力技来たよ。大丈夫？耐えれるそれ。あー、ダメだった。待って、まだ1体も倒せてないんだけど。そしてこっちが、違う、こっちが1匹負けている数で。ハピナス、ハピナス攻撃できる技持っとる？持っとるか。ステミタックル、ドレインキスあたりでいく。ステミタックル自分もダメージ受けるもんな。ちょっとなんか頭にルージュラが浮かんだ。口紅の跡みたいなの。ブレインキスってあれよね、自分と回復するよね。うん、回復してるしてる。オッケー。ふう、とりあえずこれで数は一緒。あ、カビゴン早い。カビゴンそんなに動けるんすか。めっちゃ動くやん。待って、ニューラ。格闘家、ここにゴーリキー残しておきたかったね。あとは順番変えるのも大事やな。インファイトは力技とかないんよな。一発でいけてくれよ。あ、2連発でいけた。よし。うん、また数揃ったよ。次は誰だ？ピクシー。私的にピクシーちょっと微妙なんよね。わかる？なんかピッピ可愛いけど、ピクシーなんか若干ちょっと縦に伸びたみたいな。いやー、待って、ラス1なんですけど。ドクロック。あ、一応でも、そっか。力技。効果抜群ですね。一発でいけてくれ。やった！よし！ラストでも出てきてすぐに攻撃するんやろ。それがなぁ。くわぁ、ゴローニャ。あ、全然タイトル。あ、でもこれ、継続的に来るやつ？あ、大地の力。え、地面効くの？ゴローニャって自分も地面じゃない？違う？大地の力って地面じゃない？お、やった！
一発でいけた。やったやったただこれドクロックにしか経験値入らんのよね。くそ。私たちの生活を脅かすならポケモンは排除せねばならんのだ。自分がそんなにポケモン使いよるのに？それはちょっとよろしくないよ。誠の強者よな。認めてくれた？何？自害せんよね。大丈夫。あ、土下座やった。あゆなよ。申し訳なかった。この通りだ。中心よりお詫びする。旦那。今更だが、銀河団のため、いや、神凪の民のため、翡翠のポケモンのため、力を貸してくれ。神凪って何？国の名前かな。大丈夫だ、旦那。赤い鎖がある。